ゆるしみチャンネルのゆるしみです。2024年7月期ドラマ海の始まり第3話を紹介します。大切な人を失うということ、今回水木が亡くなったことで辛い気持ちを抱えているのは大人だけじゃなく、元気で明るくしている海ちゃん自身もそうでしたね。涙涙でした。ドラマ冒頭では柱に身長を記録するシーンがありました。夏くんが背が高いことを話してて、日常的に水木は夏くんのことを話しています。どこ行くの？不安そうな海ちゃんの顔を見て、いなくならないよという水木。夏をいなくさせたのは水木だけど、海ちゃんにパパがいないのをどう説明していたんでしょうかね。前回の続きとして、夏が南雲家に来て海ちゃんテンション上がりまくりで、今日の出来事を話したり、ランドセル見せたり、楽しそうでしたね。夏くんが子供とどう話していいかわからない感じがうまく表現されていました。疲れ果てて寝てしまった海ちゃん、夕飯を聞かれ帰ろうとする夏に、茜が目が覚めてまだいたら喜ぶからって、海ちゃんのことはわかってます。それに子供らしい寝方と起きた時の反応とかもリアルでした。ここで茜がどうして海ちゃんに好かれてるのかという問いに、夏の家族は仲がいいか聞いて、はい、割とと答えた夏に、仲がいいことに理由なんてないでしょ？なくていいのよ。この言葉で夏くんはストンと腑に落ちる感覚がありました。血のつながりがあってもなくても、仲がいいことに理由なんてなくていい。海ちゃんに好かれていることに理由なんて考えなくていいんだって気づかされます。それに夏の母親が50代という話から、茜が今年70歳ということで、水木は不妊治療の末に生まれた子供だということが分かりましたね。42歳でやっと生まれてきてくれた水木のことを、またどっか行っちゃったけどねという茜が切なくて苦しくてやりきれない気持ちになりました。どうして産むことにしたんですか？夏の問いに、さあ、やっぱり産むからってそれだけ、父親に知らせないのは選べないからって、その人私が産むって決めたら、じゃあ父親になるって絶対に言うから、他の選択肢を奪いたくないって、だから頼りなかったとか、他に誰かいたとか、そういうのではないんですよ。あの別れの電話を思い出しましたね。好きな人ができたと言っていた水木、夏の選択肢を奪いたくなくて嘘をついていたことがここで夏にバレました。一方、弥生はキャリアもあって子供2人のママでもある人と食事に行ったり、海ちゃんの誕生日プレゼントを考えたり、家族や子供について考える機会が増えました。夏は母親ユキコに家族みんなに話があるからと伝えますが、付き合ってる人の話は聞いてるので、とうとう結婚の挨拶かと勝手に盛り上がってましたね。その盛り上がりを少し感じた弥生は、複雑な心境とともに夏に聞きたかったことを聞きます。ご両親再婚された時ってさ、すぐに受け入れられた？夏は、大和もお父さんもああだから、抵抗あったのは最初だけで、時間経って自然と、俺は何もしてなくて、あの二人だったから良かったってだけ。この再婚当初の話が TVer スピンオフドラマ兄との始まり第1話夏で描かれています。大和目線で描かれるので、大和とお父さん、大和とお母さん、そして大和と夏の関係が最初どんな感じだったか、11分ですがとても丁寧に優しく紡がれています。ぜひ無料で見れるのでご視聴してみてください。木戸大聖くん可愛いですよ。さて、夏と弥生が海ちゃんの誕生日に会いにやってきます。プレゼントはピンクのイルカ、すぐ目の前で開けるとこが水木とそっくりってお父さん言ってましたね。ここで元気だねと声をかける夏に、元気と返す海ちゃん、この後も元気って答える海ちゃんを夏くんは観察してたんですね。茜に海ちゃんの母子手帳と保険証、家の電話番号と夫の電話番号を手渡される夏。子供を預けるって預ける側も緊張というか慎重になるし、預かる側もかなり緊張することだと思うんですよね。アレルギーの有無など知らせておけることは知らせておく、何かあったらと言われると
不安になるでしょって茜に言われてましたが、命を預かるってそれくらい大きなことだし、親って子供を常に見てるから異変が分かったりするんですよね。何も知らない夏に預ける練習って言葉もあれですが、慣れる準備をしてほしい気持ち分かります。そして梅ちゃんが行きたがった図書館へ手をつないで向かう道すがら、弥生が3人のこの感じ絶対憧れのやつになってると嬉しそうに話し、外野から見た3人は幸せそうな家族に見えます。ですが図書館で角に本当の親子を目の当たりにすると、疎外感、外野って自覚しますねの言葉で弥生の希望や憧れは打ち砕かれ、目の前の親子に入っていけない外野を自覚してしまいます。弥生に角や茜がきつく言ってしまう場面が多く感じられましたが、角は角で海ちゃんを預かったりして母子手帳に水木の書いたいろんな気持ちを知ってるし、付き合ってないです、そういう関係じゃないですとは言っていたけど、角自身は水木と恋人になりたかったと考えれば、茜同様海ちゃんの隣にいてほしいのは水木かその父親の夏だと思ってると思います。その夏にすら感じ悪い言い方を誤ってましたが、まだ茜も角も感情がぐちゃぐちゃでイライラした言い方になって気持ちの持っていき場がなく、突然現れたずっといなかった夏にぶつけてしまってるんですよね。素直に話そうとする角ですが、夏は水木がとか誰の前でも水木って言いますよね。弥生や角の前でも水木って元カノの名前出されるとしんどくなる気持ちわからないのかななんて思ってしまいますが、角は茜をお母さんと呼び、水木のことを南雲さんと呼んでます。職場で南雲さん呼びだったからなんでしょうかね。夏も茜をお母さんと呼ぶかと思いきや南雲さん呼びだからややこしいんですよね。海ちゃんは海ちゃんで水木がいない図書館に初めて来て、ある日の水木の姿と重なり、ママと言って三島さんに駆け寄るシーンがありました。こんにちはとごまかしてますが、顔は嬉しそうじゃなくて、ママもういないんだって感じに見えました。夏が気にかけて大丈夫って水木の話をしようとした時も話をそらしてましたが、夏はそういう海ちゃんの感情を読み取っていたんですね。眠った海ちゃんを連れて帰った時、楽しかったですという弥生に茜が、子供産んだことないでしょ、大変なの、産むのも育てるのも大変だろうなって覚悟して挑むんだけど、その何倍も、茜自身が経験した言葉を話しますが、産まなかった弥生にはきつい言葉ですよね。尊敬しますという弥生に、別に尊敬しろなんて思ってないけど、産みたくて産んだんだし当然のことなんだけど、水木もそう、もっと育てたかったの、悔しいの、水木がいたはずなのに、血のつながりが絶対なんて思わないけど、でもこっちはつながろうと必死になってやっとつながれたの、だから悔しい。この茜の言い分もすごくわかります。娘が大事に守り育てた子を海ちゃんの父親の彼女というだけで仲良く慕われて母親できますみたいな顔されたら、水木のこれまで大変だった7年間は何だったんだろうって、歯がよくどうしようもない苛立ちなど感じずにはいられない気持ちなどわかるんですが、それを弥生にぶつけるのはかわいそうかなとも思いました。言われて辛いのに、でも本当に楽しかったです、ありがとうございました、私まで一緒にと言える弥生は強いです。弥生の気持ちを尊重する精一杯の楽しかったねしか言えない夏の不器用な励まし方に、弥生が笑顔になっててほっとしました。夏の会社の部長が出産の立ち会いだと聞いて、どうして立ち会うのかと問う夏、先輩の藤井博と中島あゆむさんが演じられています。無責任って思われたくないからとふざけて言いますが、心配だからに決まってんだろうと言い直します。ある意味無責任って方は本音かもしれませんが、一月10日お腹の中で成長を感じる女性とは違い、何も実感がない男性でもお腹の子の成長をそばで一緒に感じ、愛する女性の体の変化や心の変化を気遣いながら、だんだんともうすぐ会える喜びに、いつしか男性も気持ちが変化し父親になっていく準備があるところ、夏はそれすらも与えられなかったので実感のしようがないですよね。海ちゃんが夏の家に遊びに来て送迎する茜、この前のあれ気にしないで、ちょっといろいろ思い出してわーっとなってて、大人だってまだダメでしょ、思い出すと気持ちがぐちゃぐちゃするでしょ、この言葉を受けて夏が、
うみちゃんは家でも元気なんですか？泣いたりとかご飯食べないとか。ここのあかねさんのね、ねーがセリフにしてないところがとてもリアルでした。もっとそういう気持ちを出してくれたらいいのにね、のねーだと思うのですが、やはりみずきと二人で暮らしてたうみちゃん、おじいちゃんおばあちゃんのこと好きだけど本当の気持ちを言えないところは持ってて、そこを引き出せるのは親である自分だけなんじゃないかって夏くん思ったんだと思います。夏くん元気？海も元気と笑う海ちゃんに夏は、学校楽しい？おばあちゃんちは？本当に？なんで元気なふりするの？みずき死んで悲しいでしょ？何してても思い出してきついと思うし、なんで？泣いたりすればいいのに、みずきだって元気でいてほしいって思ってると思うけど、でも元気ぶっても意味ないし、だんだんと涙がこみ上げてくる海ちゃん、ここのシーンでは大粒の涙をポロポロ流す姿に涙しました。弥生は海ちゃんをフォローして、みんなが優しくしてくれるから海ちゃんも元気でいられるんだもんねと言いますが、みずきの代わりはいないんだろうしって言っちゃう夏くん、弥生にはきつい言葉ですが、みんなママの代わりに海ちゃんのこと助けてくれるから、すかさず弥生のフォロー。みずきが死んだってことから気そらしたってしょうがないし、悲しいもんは悲しいって吐き出さないと。ここで弥生にきつく止められます。頑張って元気にしてたんだよね、偉いよと弥生はハンカチを出しますが、それを振り切って海ちゃんは夏に駆け寄り、大切な人を失った二人がやっと涙して心を通わせます。ここの海ちゃんが大声で泣くでもなく、ぐっとこらえながらも涙する演技に涙しました。夏がやっと海ちゃんを抱きしめた瞬間でもありましたね。ほんと目黒くんの涙も素晴らしかったです。そしてまたしても弥生の疎外感、外野な立ち位置に心が痛くなりました。茜が迎えに来て楽しそうに話す夏と海の姿、夏にはパパが二人いるということをすんなり受け止めた海ちゃん、夏は血がつながっていない父と弟の話を茜にも聞こえるように話してましたね。他人なんだけど、でも今は本当のお父さんと本当の弟、こんな風に将来海ちゃんに妹ができて大人になった時誰かに言う時が来たらいいなって思ってしまいました。それから早く仕事が終わったからなるべく海ちゃんと会おうと思ってる夏が、みずきと海ちゃんがよく行ったところとかと言った後、一瞬あかねがみずきの家を見るんですよね。海に聞いてみますと言ってますが、この一瞬でみずきにあの海かなって聞いてるように感じて切なくなりました。夏は弥生に一人で海ちゃんに会いに行くことを知らせます。行ってらっしゃいと送るも少し考えていました。二人だけで会うとなるとまた疎外感、外野になっていく自分がどんどん見にくく、一緒にいてもいい人間じゃない、過去に下ろしたことを話してないずるい人間だと考えたんでしょうか。話したいことあるから時間できたら教えてと送っています。それは来週になるみたいで、また今から心が痛いです。さて海にやってきた夏と海ちゃん、写真を撮る姿が CM みたいですよね。海ちゃんにカメラの撮り方を教えてあげて、シャッターを切る海ちゃんに夏の自然な笑顔、とても素敵なシーンで絵になる感じでした。パパになってほしいってこと？と聞くと海ちゃんは、ううん、夏くんパパやらなくていいよ、でもいなくならないで、ママとパパ一人ずつしかいないから、だからいなくならないで、夏のパパ二人いることは受け止められたけど、海ちゃんにとってママとパパは一人ずつ、そこに弥生が入れるのかまだわかりませんが受け止めてほしいです。パパをやることがわからないけど、認知するとか育てるとかってそういうの簡単に決めるのも無責任な気がするし、夏の真面目で向き合う気持ちが感じられます。いなくならないではわかる？に対して、そうしたい、みずきの代わりにはなれないけど一緒にはいれるとはっきり言いましたね。ここにいてと言ってもついてくる海ちゃん、線を引いても飛び越えたり、本当笑顔が可愛くて可愛くて、夢の笑顔も本当最高で素敵なシーンでしたよね。そこにいてねと言ってシャッターを切る夏に一瞬みずきの笑顔が見えたのかなと思ってしまいますが、ここで3話が終わりました。第4話予告で、母親ってそうじゃない、女より偉いのかよというみずき、
私殺したことあるという弥生、なんで前みたいにいっぱい会えないの、海ちゃんの言葉に、海ちゃんのパパじゃないからかなといううちの、水木が生きてたらな、お父さんの言葉が刺さってやばいかもです、海ちゃんのお父さんになってほしいし私もお母さんになりたいからという弥生に、待って、決めさせようとしないで、この二人のやりとり気になるし、ごめんごめんなさいと浴槽で泣く弥生さん見ると辛いですが、第4話も楽しみです。海の始まりを見た感想やこの動画の感想をコメントでお待ちしています。ショート動画も作っているので、よかったら一緒に見てくれると嬉しいです。海の始まり第4話は7月22日月曜夜9時フジテレビにて放送。見逃した方、もう一度見たい方、スピンオフドラマは TVer でご視聴ください。長くなりましたが、最後までご視聴してくださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ゆるしゅみでした。